こんにちは。フロンポイントゥーラインのドラムのチカでございます。中古を愛する男、まあ、ドラムと同じく中古を愛してやまないもう一つのもの、こちらのこれですね、このトラック日野プロフィア、これですね、平成11年式、これの今日車検を受けたいと思います。でしかも2回目の車検です。1回目見事に不合格になりまして、その部品を取り替えて苦節、購入してから3ヶ月4ヶ月経ってようやく2回目のナンバー取得のための車検を今から受けたいと思いますので、ぜひその過程もですね、今から皆さんにお見せしたいなと思いますので、よろしくお願いします。では楽しみに。車検ちょっと入ってますか。あ、いいよ、うん、変えたりすると、重さが変わったりするので、ああ、なるほど、そういうことなんだ。じゃあ何倍でしょう。取っちゃう？ナンバー。まあ普通の車だとこれがくる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 こう回って走るんだけど、こっちは単純になんていうの、ついてるだけみたいなイメージなんだけど、走っててどうしても段差とかがあると、あの空回りしやすくなるのね。その時にデフロックって言って、まあ、あの四輪駆動車みたく四駆で全部のタイヤを動かすような形で、この後ろの2つがそのような機能があるんですけど、で基本的には普通は1つのこの軸が動いてて、空回りしたらこっちの軸もくっつけて回すみたいな感じなんですけど、それがくっついたまま離れなくて、でそれだと車検に通らなかったので、それをこう直してもらって、今ここのこのデフと言われる部分分かりますかね。このトラック自体の車体は赤で塗ってるんですけど、あの黒くなってる部分丸々取り替えて、もうあれね、300キロとか400キロあるからさ。でこれも中古でもう本当に年式が古いんで、なかなか部品がなくて大変だったんですけど、友達の工場はその整った設備ではないんで、すごく手作業で、まあ、やってくれるので相当大変で、これも夜中の2時ぐらいまでかかって直してくれたみたいなんで、すごく感謝してます。本当にありがとうございます。ウキウキしてます、ね、とりあえず早くナンバー取れないとどうにもなんない。過去もう車検が通ると思って2回希望ナンバーの申請をして、1回目は申請値を間違って無駄にして、2回目はあの結局車検が通らなかったんで期限切れでダメになって、でさすがに今回はとりあえずナンバーつけて後で希望ナンバーにする。でそれはもう当たり前のように1番です。1番しか取りません。トラック野郎って言ったら1番です。1番星が1番ですから。まあ、僕は2星かもしれないですけど、とりあえず1番行く。はい、じゃあ運転してくれる。はい、これは高軸調整ですよね。ねえ、本当にちょっとしたことで通らなそうだから、ちょっと心配。まあ、でも祈るしかないですね。はい、皆さん、このままこうするところに行っちゃうね。ああ、いいよ。
不安だよ。本当気が気じゃない。俺多分ここ最近で一番ちょっと緊張してる。こんな感じだよ。やったね。よかったよかった。もうちょっとね、場所にもらえるか。ありがとう。よかった。すごい。ライトも大丈夫だった。大丈夫だった。よかったよ。やったね。軽やかだね。よかった。ナンバーもらえます。これはね、本当に何ある種無謀なお買い物をしてしまったことによって、なんだろう、自分が車このトラックを買うことによって。そこから広がった人の人脈もあるし、やっぱりなんか、ね、いろんなことをすることってすごくいいことだなと思うんで、ぜひ皆様もぜひ一家に一台購入していただければいいんじゃないのかなと思いますんで、でもこれから本当にね、これはね、バンドで使えることもできるし、当然荷物運ぶこともできるし、もう少しちょっと綺麗にちゃんとしてね、活用してって、まあ、一応バンドのツアー用の車として考えてますんで、よろしくお願いしたいと思います。いやでも本当良かったです。ありがとうございます。よかったです。ナンバーもらえば。あ、よかった。あ、実録のシグモード。あ、なるほど。貸さなきゃ。何番になるでしょうか。ゆくゆくは一番に買いますからね。ようやくナンバーが取れて、大手を振って走っております。この車の決め手の一つがこのエンジンのサウンド。今はトラックはこのエンジンは新しくは製造されてないので、すごくこの音が低いよ。低音がバリバリ聞いてる V8 エンジン。今逆にその V8 エンジンはすごく中古でも高く取引されてる。なんでかっていうと、単純にこうマフラーをこう改造したりとかするとまたすごいサウンドになったりとかする、まあ、皆様にはご迷惑かもしれないけど、自分もそういう風にしたいなという風に思ってます。それもご期待しておいていただければと思います。あとはまあ皆さんご存知のさ、ご存知でしょうけど、トラックの制動、ブレーキ、本当に重たい荷物を積んで走るんで、アクセルを離した、今離してるんですけど、離してても手動でブレーキ2段階の強弱のアップルで、徐々にスピードを落としていってフットブレーキを使うという形をトラックの運転手さんとか皆さんに活用しています。じゃないとブレーキだけだとフットペダルだけだと持たないので、一応そういう機能があります。あとよくハザードランプってこういうところにしたりとかするのがあるんですけど、基本的にハザードランプはこのレバーを上に上げるとハザードが出る。ちょっとそれが普通のまあ乗用車とは違うかな。まあ今のちょっとトラックはわからないけど、私もトラックはそういうもの作りですね。なんかハンドルがでかい、それが
体二足発進なんですけども、下手すりゃ三足発進で全然余裕だったんですよ。はい。